お疲れ様です。翔吾です。この度YouTube のチャンネル登録者が、おかげさまで2000人を超えることが、できました。で、今その僕も、自分で動画が作れるように動画の編集の勉強を、しているんですけど、ある程度のものは自分で、動画が作れるようになったので、今後もっと面白い動画が届けられるように、頑張ってやっていきたいと思います。で、例えばその試合が始まる前にですね、その選手の戦績だったりとか、結構その気になるっていう声が多かったんですけど、ラケットの種類だとか重さ、ガットの種類、テンションなどもその選手の、プロフィールの、方に紹介していけたらなと、思っております。で、女性だけじゃなく男性もそうなんですけど、僕はその、できればやっぱり一般プレイヤーの方の目線で、目線といいますか、そのポジションに立っていたいというか、その一般の例えば、テニスコーチをしながらだとか、一般職に就きながら何かの、大会を目指して、頑張っているような、そういった、方々に、見ていただけるような動画を目指しております。で、今までその男性選手ばかりだったんですけども、これから続々とその女性選手にも登場していただいて、一般の、女性プレイヤーの方にも、見ていただけるような、動画を、たくさん作っていきたいなと思っております。頑張ってですね、その年内には登録者が1万人いくように、努力をしていきたいと思いますので、今まで、見ていただいている皆さん、今後ともぜひよろしくお願いします。